はい、どうもそうです。何ですか？何ですか？なんか突っ込みたいこととかありますか？突っ込みたいとかあります？いや、ないですよね。まあ、ないと信じたいと思います、僕は。なんと、今日は2018年、ゴリスポが、買ってよかったと思えるもの、ベスト5、やっていきたいと思いますよ。いやはい、題名の通りね、ゴリスポが、2018年いる数々のものを購入してきたと思うんですけど、その中で本当に買ってよかったと思うものランキングベスト5を、今回やっていきたいと思います。はい、それではね、前振りが長くなってもしょうがないと思うので、第5位からやっていきたいと思います。2018年ゴリスポを買ってよかったと思うランキングベスト5、第5位こちら、ババーン、ローリングスの、グラブバターオイルですね。これが第5位でございます。これね、僕ね、なんで買ったかと言いますと、このゴールドグラブバターと書いてるこのパッケージに惹かれて、興味本位で買ったんですよ。興味本位で買ったんですけど、本当に、多種多様な使い方ができて、この捕獲であったり、この撥水効果、水を弾く効果であったり、このスクワラミンクオイルとか、動物性油とか、様々な、ね、オイルが使われていて、この匂いですね、ローリングスってなんか自分の中ではすごい強い匂いがするっていうオイルが多いと思うんですけど、このグラブバターに関しては無臭です。しかもこれ新しいグローブのね、皮に栄養を与えますと、これ新しいグローブに向けたオイルとなっております。はい、それでは第4位の発表です。第4位がこちら、ローリングス恋皮、またまたローリングスなんですけど、こちらね、恋皮です。恋皮というのは、知らない人のために言っておきますと、このグローブの皮の色落ちを少し、軽減させたり、ちょっと色を戻したりするオイルでございます。少し重くなるっていう弱点はあるんですけど、本当にね、これグローブの色落ちが戻るっていうのは本当にね、今まで悩んでいた人が多いと思うんですけど、少しは軽減されるということで、本当にね、魔法のオイルという感じですね。ゴリスポ2018年上げてきた動画でも、この恋皮に、助けられてね、このグローブを色落ちを戻してきたので、感謝の思いも込めて第4位ということです。オールレザートリートメントオイル恋皮、第4位でございます。はい、第3位ですね。第3位がこちら、ダナックスのスリーウェイハンマーですね。これはここの大きい部分でも叩きますし、この集中的に叩きたい時はこの細い方で強い力で叩くことができる。グローブのこの指先をね、この穴を広げることができるという3つの使い方ができる、スリーウェイハンマーってことです。これ2000円もいかないぐらいの値段で買えたので、本当に中学生高校生のお金がない人たちも、まあ、比較的手の出しやすい価格というかね、安くて高機能、しかもこの2018年のね、ゴリスポの、片付け動画で、数々の片付け動画で活躍してくれましたので、これね、第3位ということで、ザナックスのスリーウェイハンマーです。第2位がこちらですね。ババン！ウィルソンキープコンディショニングオイル2ですね。で、ウィルソンキープコンディショニングオイル2なんですけど、これは、ウィルソンキープコンディショニングオイルの進化系で、ウィルソンキープコンディショニングオイル2ということで。で、用途に関しては、使い込んだグローブを、そのまま保つということで、キープコンディショニングオイルということですね。だから僕の、使い込んだ、トレジャーのグローブだったり、そういう使い込んだグローブに特化したオイルとなっております。で、重くもなりにくいですし、匂いも強くないですし、僕が持っているオイルの中では、本当に一番使いやすいオイルだったかなと思います。で、2018年の動画で活躍してくれました。本当にありがとう。ありがとう。大好きだ。お前のことが大好き。はい、第1位なんですけどね。皆さん。僕が買った中で第1位、多分分かると思う人は分かると思うんですけど、それがこちらです。バン！ミズノ公式グローブ、外野手用のオーダーです。これはね、本当に6万円超えるような大きな買い物だったんですけど、やっぱりね、オーダーグローブっていうのはウキウキワクワクしますし、野球をしてる人だったら本当にね、ロマン。オーダーグローブっていうのは本当にロマンが詰まってますよね。で、これからの季節ね、クリスマスも近いので、小中高生だったり、野球をしている学生さんだったらね、もしかしたら、クリスマスでお父さんお母さんにオーダーしてもらえるかもしれませんし、ボーナスが入った社会人とか草野球人の皆さんはこれからね、グローブオーダーしようかなっていう考えもあると思うので、やっぱりオーダーグローブっていうのはもう買って、まあ、損はしないと思うので、まあ、少し高いんですけど、やっぱり、オーダーしてもらいたいなと思います。はい、第1位はこちら、水のプロのオーダー方式外野用でした。はい、これが、ゴリスポが買ってよかった、2018年買ってよかったと思えるランキングベスト5でした。皆さんもね、2018年いろんな買い物をしてきたと思います。そのいろんな買い物をしてきた中で、やっぱりこれ買ってよかったなって思う商品に関しては、このゴリスポのこのコメント欄にね、ぜひ皆さんでね、言っていただいて、コメント欄でバンバン投稿していただいて、まあ、共有していただいたらいいなと思います。皆さんでね、2018年買ってよかったもの、
教え合いましょうということで、はい、そんな感じですね。今日のオリスポは、2018年買ってよかったもの5つ紹介、これからね、2018年は、12月後半まで動画が続いていくので、まだまだ2018年もまだまだ続きますのでよろしくお願いします。本日のオリスポは以上です。ありがとうございました。はい、12月のプレゼント企画です。こちらグラブワークスの公式キャッチャーミット、こちらは冬をイメージして真っ白なものを作っていました。こちらを1名様にプレゼントします。ラベルだけ水色で輝いております。続いてこちらクリスマスプレゼントです。中身は開けてからのお楽しみです。このプレゼントの応募方法はチャンネル登録とコメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。ありがとうございました。